過去の島やでく絶望のたまりなフェードイン。また戻ってきたね。うん。よう人間ども。お前らもいろいろあったみたいだが、仲直りしたんだな。なんかお前、やけにこっちの事情を知ってんな。時間もねえし、事件の話をするならさっさとしろよ。さて、今回もよろしくお願いしますね。よっしゃ、行くぜ。今回はいけるだろう、うまくやれば。うまくやればいいんだ、これは。じゃあ、早速事件の整理からしていきましょうか。今回の被害者は理事長でしたね。そして、犯人はほぼ確実に、謎の緑髪の少女です。有名な歌い手らしいですが、正体は誰も知らない謎の人物です。なんかそういう謎の人物って何かそそられるところありますよね。何の話をしてるんだ。そして、さらに不思議なことに、彼女はこの学園には在籍していない。あんな有名人がいたらすぐに気づくし、生徒の名簿にも彼女の記載はありませんでした。そこはなぁ、俺何回も言おるけど、見た目がだいぶ違うけん同一人物だと思えないっていう感じのパターンだろ。在籍はしてるけど、見た目がガラッと変わってるけん。そうだと思うやけどな、俺は。在籍しないはずの謎の少女。一体どうやって正体を暴けばいいんだ？そうですね。正直、今までの事件で一番情報不足な状態ですが、これまでの犯行を丁寧に紐解いていけば、彼女に繋がるヒントが見つかるかもしれません。そうだね。私は無理だから、みんな考えて。私はパス。お前も考えろよ。まず最初の事件は、全校集会の時に起きました。突然、理事長に血の雨が降り注ぎました。正直、あの時はびっくりしたよ。ステージは血まみれだし、ナイフまで落ちてきてさ。ほんまなぁ。そうだったなぁ。そして、事件はそれだけではなく、突然電気が消え、再び電気がついた瞬間、壁に文字が現れたんです。内容はかなり過激なものばかりでしたよね。そういえば、事件のトリックについて気になったんだけど、犯人はどうやってあんな文字を壁に一瞬で書いたんだろう。いや、そこ前解いたぞ、お前。気づけと話し合ったぞ、お前。電気が消えてる時間は短かったし。確かにそうだね。一体犯人はどうやったんだ？もう完全に振り返りやな。おさらいみたいな感じになってるな、これ。事件の前にすでに書かれていた。あの壁の文字は、事件の前にすでに書かれていたんだよ。え？すでに書かれていた？うん。何言ってんだ。体育館に入った時には、壁には何もなかったぞ。確かにそうだったね。それは、あるトリックを使って、文字を電気が消えてる間に出現させたんだ。それって、どんなトリックなの？これ。文字の上に紙を貼り隠していた。もうこれはほんまにさ、おさらいみたいな感じになってるけどね。体育館の壁と同じ色の紙で、文字を隠してたんだ。紙で？それってどういうこと？俺が体育館を調べたとき、紙の剥がし残しがあったんだ。剥がし残し！きっと犯人は、まず事前に壁に文字を書いて、その上から体育館の壁と同じ色の紙を貼って文字を隠した。そして全校集会中に電気が消えた数分間の間、紙を剥がして一瞬で文字が現れたように演出したんだよ。あの剥がし残しはきっと犯人が急いで剥がした時に残ってしまったものなんだと思う。なるほど。かなり大掛かりな仕掛けですね。なんで犯人はわざわざ全校集会でそんなことを。あんなに人が多いところでそんなことをしたら見つかっちゃうリスクも高いのにね。おそらく犯人は壁の文字を生徒たちに見せたかったんじゃないですかね。生徒たちに理事長の誹謗中傷を見せることで理事長の品位を傷つけた。あプライドの高い理事長のことだし、かなり傷ついたんじゃないかな。その他にも、理事長の絵をボロボロにしたり、理事長の銅像を破壊したり、やはり彼女には相当に理事長を恨んでいますね。そうだな。そういったことから考えると、彼女と理事長には何かしら面識があったと考えるのが自然です。でも彼女はうちの生徒じゃないんだよね。いや、そこがまずさ、うちの生徒じゃないんだよねって決めつけるところが間違いなんだよ。じゃあ、彼女はアタコの生徒で理事長に恨みを持っていた人物ってこと？おそらく。俺は、やっぱり彼女はうちの生徒だと思うな。おい、信彦、よく分かっとんでないか。多分その通りだと思うぞ。俺もそう思う。え、どうして？事件をよく考えてみると、うちの生徒じゃないと犯行が成立しないと思うんだ。どういうこと？どういうこと？何か気づいたことがあるんですか？なぜうちの生徒じゃないと犯行が成立しないんですか？これじゃないかな。体育館の中にいたから。だよな。集会中に起きた事件を思い出してほしいんだけど、電気が消えている間に壁に貼られた紙を剥がしたとすれば、彼女はあの時体育館の中にいたってことになるよね。まあそうなるね。他校の生徒が全校集会に忍び込むなんて不可能だし、やっぱりうちの生徒なんじゃないかな。でもさ、彼女がもしいたらさすがに気づくと思うよ。この人かなり有名人だし。いやでもね、だからさ、何回も言ってるけど、学校でいる時の姿はこんな姿じゃないんだよな。もうさいくらでも論破できるわ、お前らの言うことを。もし体育館に彼女がいたとすれば、誰かが見つけて大騒ぎになってるはずじゃない？それは確かに。でもそうはならなかった。彼女は体育館にいたはずなのに、どうして誰もその姿を見ていないんでしょう。映えないように変装していたからじゃないかな、これは。もしかして彼女は変装してたとか？変装？まあそうすればうちの生徒として全校集会に紛れることはできるかもしれないけど、でもいくら変装したとしても、同じクラスに知らない人間がいたら誰かが傷つきそうなものだけどね。そうですよね。僕もそう思います。だからさ、学園での姿はノーネームじゃなくて別の姿があると、そう言いたいわけ。あ、それは逆なんじゃないですか。分かったかしろ、お前。逆って何？いつもクラスにいる誰かがあの緑髪の少女に変装してるってことですよ。そうか。俺たちは謎の存在である緑髪の子のことばかり探していたけど、そもそもあいつが普段からあんな格好をしてるとは限らないもんな。いや、そうだろうな。あんな格好を普段からやってるって言われて逆にえってなるよね。なるほど。そう考えると、生徒会室にあった在校生の資料に載っていないのも説明がつく。はい。これは新しい視点ですね。それでは彼女に変装してそうな人を考えてみましょうか。そうだね。そもそも犯人は理事長を相当恨んでいたわけですし、そう考えると、清子さんやな。当然、理事長に関係のある人物が怪しいということになります。おう。だとすると、まず犯人候補に上がってくるのは、一番最初に出てくるのはこの人だろう。学園や理事長に対して不満を持っていた清子さん。あ、それと、久美さんは？お、鋭いな、るいちゃん。彼女も生徒会室で理事長と口論してたよね。そうでしたね。じゃあ、候補はこの2人くらいかな？おそらく。よし、怪しい人物は分かりました。でもこの2人のどちらかが犯人だと証明できる証拠は見つけてないよね。はい、なのでこっから先は尋問で直接ドッペルゲンガーに聞くしかないね。ああ、よし、もう準備は良さそうだな。それじゃあ第4回絶望裁判開演です。よっしゃー、今回はいけそうだな、なんかそんな気がするわ。理事長に対する事件の犯人の正体と動機を暴けというわけで、まず回答文を見てみようか。ドッペルゲンガーである何々は理事長の何々に不満を感じていた。一連の事件を起こした目的は理事長の何々ことで、それが理事長への何々になると考えたからであった。まあ多分犯人は、ドッペルゲンガーはフミさんなんだろうなと思いながらも、ちゃんとこの辺りの質問していこうかなってちゃんと思います。多分そのままでも回答文を見るでさ、ダメ元で選択肢選んでいけば正解できそうな気がするところもあるんやけど、ちゃんと質問を見ていきたいよね。では、理事長のことを恨んでいますか？そりゃ恨んでるわな。理事長に不満がありますか？あなたのことを嫌っていますか？あなたは理事長に何かされましたか？理事長のことが好きですか？ドローしてみるか。あなたは理事長を本当に殺す気でしたか？ちょっと面白そうな質問。ちょっと見てみる？あ、殺す気ではなかった。侮辱するんが目的なん？他には？もうもろの質問来てしもった。もろの質問来ちゃったよ。もうこれクリティカルやな。確信を迫るやつじゃんお前。イエス、もうふみさんだ、もうふみさんだよ、もう。もうきよこさんバイバイや。もう 100% きよこさんバイバイじゃ。もう 99% きよこさんじゃないなと思っとったけど 100% きよこさんバイバイだ。バイバイキヨコやないか、これ。よっしゃ、レベル2も見てるからな。歌が好きなのを隠して今、ああ。これもう完全にな。イエスだろ。どんどん見ていこう。ちょっとそら、早く解くんもいいんやけどさ、こういう質問見ていくんも楽しいな、このゲーム。あなたに暴力的でしたか？わあ。あれやな、今の自分に不満が、あ、これちょっと面白そう、この質問。イエスだろ。イエスやな。確信に迫るわけじゃないんやけど、ちょっと面白い質問が来たわ。その気がする俺は。理事長と付き合っています。親子だよ、親子だよ。あなたは歌が好きですか？まあこれもイエスなんだろうな。確信ではないけど、もうこういうのも見ていても面白いだろう。どんどん進んでいこう。理事長はあなたのことを認めていますか？ノーだと思うよな。でも確信ではないと思う、これ。理事長の歌関係ないだろ、お前。あなたは他にも悪いことをしていますか？もう確信ではないと思う。あれ、レベルアップした。あ、全部引いたらレベルアップできるんじゃ。それで、あなたに言えない、理事長はあなたに言えない秘密がありましたか？気になるところだけど見てみる。秘密はないんじゃ。理事長の方には秘密がない。レベル3が出てくるわけじゃ。これで理事長はあなたに厳しいですか？みたいな感じであったり、これはあなたの復讐劇ですか？とか。まあそうだろうな。よっしゃ、そろそろ答えるか。ちょっといろいろ質問見まくってさ、ちょっと楽しんだ気がするけんね。ドッペルゲンガーである黒木文は、もうこれは確定やな。理事長の何々に不満を感じていた。理事を許せない姿勢じゃないんかな。かな。あれ、ここちょっと渋い。頼りない姿ではないけどな。娘を生徒会長にしたこと、まあ自由を許さない姿勢かな。今回の場合、自由が欲しかったみたいなこと言おったもんな、完全に。なんか自由に関するのフリーダムを主張しよったもんな。一連の事件を起こした目的は、理事長の期待に応えるではまずない。名誉を傷つけるかな。秘密を暴露は関係ないだろう。退任を促すでもちょっと違うだろう。名誉を傷つけることで、それが理事長への復讐やな。これだろ。はい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 。オッケー。今回はスラと池だ。ですよねって感じや。B。まあ、ちょっとさ、見まくいよったもんな。あえて質問をバンバン見まくいよったけど、それはしょうがないわ。やろうと思えばもうちょい早いターンでできたんは確かやけどな。オッケー。もう、ふみさん出てきとるもんな。ここ、ドッペルゲンガーはこの人でしたです。ふみさん出てきとるもんな。黒木ふみさん、君がドッペルゲンガーの正体だ。うそー、まさか、あのノーネームの正体が生徒会長？こんな身近に有名人がいたなんて、信じられない。その通り。私は生徒会長黒木文と同一人物よ。マジかよ。全然わからなかった。全然違うもんな。てか髪の毛の長さ違うよね。よう考えたら黒木文めっちゃロングだったはずなのに、どこ行ったん髪の毛。あの長い髪の毛どこ行ったん。でもあなたほどの有名人がどうしてドッペルゲンガーになっちゃったんでしょう。私はずっと父に厳しく育てられてきたわ。自由なんてない。すごく窮屈な生活だった。そして高校生になった頃、私はふと気づいたの。このままずっと言いなりで生きていくのかって。うん。だからあんだけ自由っていう言葉が出てきとったわけやな。そう思ったら、今の自分が馬鹿らしくなって、自由に生きてみたいと思った。そんな時、音楽と出会ったの。そうやな、自分を主張するのに音楽って最適だと思うよな。なんか音楽やってるみたいな言い方しとるけど、俺が音楽やってるみたいな言い方しとるけど、別にそういうわけじゃないんやけどさ。音楽は私にとって唯一自由を感じさせてくれるものだった。そして私は父に内緒で歌い手として活動を始めたの。もしかして名前や素性を一切明かさなかったのは理事長にバレないため。そうよ。歌い手としての活動は徐々にファンも増えていって、全てが順調に思えた。でもそれは突然崩れ去った。バレたん？もしかして。ある日父に気づかれてしまったの。その時父は激怒して、音楽なんてお前の将来には悪影響でしかない。お前は言う通りにしていればいいんだと言い放った。こういうさ、自分の好きなことに向き合うことも勉強だと思うぞ、理事長。そして目の前で私の大切にしていた楽器を壊したの。ひどい。自分の娘にそこまでするか。あの人はそういう人よ。音楽を始めてやっと自分の世界を手に入れたと思ったのに、それはまた奪われてしまった。その時私は父の言いなりで生きていくだけの人生に絶望したの。そして同時に怒りが湧いてきた。私というドッペルゲンガーは言いなりの人生の絶望と怒りから生まれたんだ。そうか。これはお父さんが悪いでしょう。これが私の生まれた理由。だからあんなに理事長を恨んでいたんだね。そうよ。私がされたように父が大事にしている地位や名誉を壊してやりたかった。これは私から 大事なものを奪った復讐なの。なるほど。確かに辛いですよね。人に反対される道っていうのは。でも、反対されてもやればいいじゃないですか。それがフミさんが本当にやりたいことなら。そうだな、シロ。そうやな。おるもんな、ちょうど君の左側に。反対されてもいいから自分を出したいって言ってさ、女の子としてあり続けるルイちゃんが。いや、気を悪くされたら申し訳ないんですが、理事長に認められないとやりたいことができないなんて、それってフミさんが自ら理事長に絞られてるんじゃないですか。違う、父が私のことを縛っているのよ。これはあくまで僕の考え方なんですけど、僕は自分の人生は自分のものだって思っています。他の誰でもない、親のものでもない。だからこそ自由だし、同時に責任は全て自分にある。今のフミさんは、その全ての責任を理事長に押し付けてる気がします。それは、まあ責任ってのはさ、誰しもが負いたくないよな。だからさ、他人に全てを放り投げて楽に生きたいっていう考え方を持つ人もおる。けどそれって本当に自由なのか？お前がやりたかったことなのか？絶望プリズンはそういうことを教えてくれている気がする。なんだそれなんかもう俺も真面目なこと言ったら変な方向に向かっていく気がするフミさんの人生はフミさんのものです。だからあなたの自由も幸せも、あなたが責任を持って叶えられたらいいと僕は思います。シロ、私の人生は私のもの。そんなことを考えることもなかった。それに、あなたはなんて無駄なことをしているんですか？あなたは音楽が好きなんですよね。だったら復習なんかに時間を割いていないで、あなたのファンのために時間を割くべきじゃないんじゃないですか？そんな簡単に言わないで。私の父がどれだけ厳しいか。だから何度言えばわかるんですか？あなたは理事長の言う通りにしか生きちゃダメなんですか？それはほら、さっきも言った通り、あなたは自分から縛られてるじゃないですか。シロめっちゃいいこと言ってる。そんなにあなたが音楽を愛しているなら、理事長の反対なんて無視できるくらいの覚悟を持つべきです。それができないくせに、復讐だなんだと騒いでいるあなたは、本当に音楽を愛しているんですか？私は、音楽を、本当に愛しているの。生徒会長？泣いているの？ああ、シロは泣かせた。あんなきつい言い方するから。でも心に響いたんじゃないかな、そのおかげで。すいません。どうしましょう。さすがに言い過ぎましたかね？どうかな？違うの。あなたの言う通りだわ。私、音楽を続けるのに父の理解が必要だって勝手に思い込んで、なんとかして認めてもらわなくちゃって思ってた。でも今ならわかる。音楽を愛しているなら、どんなに反対されたってやればいい。そんな簡単なことなんでわからなかったんだろう。縛られたまま育ってきたからな。それがもう板についてるんだよ。けどシロが言ってあげたことでさ、それがまた殻を破るきっかけになったんやな。ありがとう、気づかせてくれて。いえ、こちらこそ生意気なことを言ってすみません。私たちファンはいつも待ってるよ。会長の歌にいつも勇気をもらってるんだから。ありがとう。私、もっと音楽を好きになりそう。よし、そろそろいいかな。今回の事件をまとめると、ドッペルゲンガーであるフミさんは、父から人生を絞られ、自由を奪われてしまった。その言いなりの人生への絶望と怒りからドッペルゲンガーを生み出した。そして、そんな父に復讐するために、事件を起こしたというわけですね。これでドッペルゲンガーの正体と動機が暴かれた。てなわけで、浄化といくか。それでは、黒木文さんとドッペルゲンガーを浄化します。お願いします。なんか、清戸さんとこの、文さんの、なんか髪の毛の色が一緒だね。同じような塗料を使ってんの。安らかな笑顔です。消えていきます。待てよ。ドッペルゲンガー、生徒会長がドッペルゲンガーってことをさ、まさか生徒会長もさ、入ってくれるの？オカルト部。マジで？だとしたらすごい事件だね。学園中が大騒ぎになるね。そして、フミさんのドッペルゲンガーは光となって消えていった。浄化完了です。なんだか生徒会長に対する印象が変わった気がする。今までは少し近寄りがたかったけど、話を聞いて少し親近感が湧いたかも。友達になるかもね。そんなことを言って、ファンとして近づきたいだけじゃないのか？違うよ。ね、まちちゃん。ガッツボシみたいな顔してるな、お前は。まちちゃん？まさか、図星か？うっさい！別にいいでしょ？そういえば、一つ気になっていたんだけど。今回の事件には、明らかに協力者がいたはずだよね。そうなんよな。この消火器の時のやつやな。ほら、彼女が理事長の銅像を壊していた時、突然、誰かに後ろから消火器の粉をかけられて、そういや、そうだったね。そっちの話が解決してないな。あれは、一体誰だったんだろう。結局、謎のままですね。もしかして謎の人物ってやつがさ、ここで、裏で、なんかやってるかもしれん。何ごちゃごちゃ話してんだ？ここは喫茶店じゃねえんだぞ。いや、こんな柄の悪い喫茶店は言いたくねえよ。すみません。それでは、約束通り。今回のドッペルゲンガーを浄化できたので、記憶を戻しますね。きたー。全6章でさ、第5章だけんな。結構重要なシーンが出てくるんじゃないかな。じゃあ、行くぜ。指の音が鳴った途端、俺は急にめまいがして、その場に倒れた。結構重要なシーンが出てくるはずなんよな、そろそろ。まさき。ああ、そうか。これちょっと、あの祭りの真似しようってところじゃないん、これ。よーし。みんな揃ったな。やっぱ、この動物、暗いな。そうだね。でも、暗いから、火が綺麗に見えそう。確かに。落ち葉も拾ってきたよ。おう。これならめっちゃ大きな火が作れるぞ。やべえ。ワクワクしてきた。なあなあ、早くやろうぜ。わあ、絶対これだよな。絶対これさ、もう火事になって偉い目に遭うやつだよな。ああ、願いを書いた紙をちゃんと持ってきたよ。ああ。ねえ、まさきくん。なんだよ。やっぱりやめない？何をおじきついてんだよ。大丈夫だって。でも、おい、空気読めよ。性格ここまで準備したのに。お前、本当にやらないのか？ごめん。やっぱり俺はやめとくよ。そっか。俺、洞窟の外で待っとくよ。了解。しかし。まさきくんたち、大丈夫かな？すごい煙だ。誰か助けて。もう案の定じゃないか。この声は。まさか。そりゃそうだろう。動物の中でそんな引いていたら、一酸化炭素中毒になっちゃうわ、お前。なんだこれ。いや、なんか、魔獣っぽい声が聞こえてきてるような感じになってるよ。炎の燃え方がすごすぎて。助けて。煙を吸ってしまって、体が。うわぁ、まさきくん、みんな待ってて、今、助けを呼んでくるから。どうしてうちの子が。現場の上空から見るに、動物で落ち葉を燃やしたことによる一酸化炭素中毒ですね。3名は一命を取り留めましたが、2名は残念ですが。なぜこんなことに。やっぱり俺が止めておけばよかった。そうすればこんなことにはならなかったのに。まさき、一体誰がやろうって言い出したんだ、こんな危険なこと。それはこいつが最初にやろうって言い出したんだ。おい、まさき。俺どうしてお前がやろうって言い出したのか。なんてことをしてくれたんだ、君は。息子を返してよ。待って。俺はそんなことを。まさきくん、どうして。俺は一言もそんなことを言ってないのに。他の子も君がやったって言ってるじゃないか。言い訳をするな。そんな。まさきくん、これは君が。何言ってんだよ。全部お前のせいだろ。そんな。どうして。俺のせいじゃないのに。どうして。友達だと思ってたのに。こんなのひどすぎるよ。ひどすぎる。そうか、友達だと思っとったやつに裏切られたんじゃ。そうだ、思い出した。この時の俺は信じていた友達に裏切られて、人との絆や友情に絶望したんだっけ。絶望プリズム。まさか信行自身もドッペルゲンガー生み出したんじゃないだろうな。それから数日後。あれから数日が経ち、俺たちは今まで通りの学園生活を送っていた。それではこれから全校集会を始める。まずは理事長先生からの話で。なんか変わったんかな、あれから。ごきげんよう諸君。今日はあの日以来、生徒会長はなぜか学校に来ていない。聞いた話だと体調不良で休んでいると言っていたけど、もしかしてまた理事長と何か揉めたのかな。それで学校に来れなくなってるんだよ。今日にでもみんなでお見舞いに行くか。その時だった。バツン。そうか、この時の音声ってこの伏線だったんじゃ。なんだ、電気が消えたぞ。それにこの音楽は。これって。明るくなった。ねえ、あれ。一人の掛け声でみんなが一斉に後ろを振り向く。あれは。この状態で出てきたか。てか、おっぱいでかっ。爆乳。もう控えめに言って爆乳。巨乳じゃなくて爆乳の域だよ、これは。好きになったかもしれない。ねえ、あの人ってあの歌い手のノーネームさんじゃない。嘘、本物。一体何事だ。突然驚かしてごめんなさい。今日はみんなに私のことを知ってもらいたくて来ました。ざわ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 。私の名前は黒木文、黒学園の生徒会長です。え、生徒会長？嘘でしょ。文、何をやっているんだ。お父さん、私もう決めたから。お父さんに決められた将来なんていらない。私の将来は自分で決めるわ。お前、何を言って。とにかく早くやめなさい。ちょっと待ってください、理事長先生。どうかちゃんと会長の話を聞いてあげてください。ナイス副会長。親からもお願いします。君はさとみくん？もしかしてあの時の協力者って。ああ、なるほど。お父さん、私本気だから。ふみ会長、歌って。私も聞きたい。体育館ライブですか。いいですね。エンジェルビーズみたいな展開になってきたな。盛り上がってきたな。なかなかいいじゃねえか。みんなわあ、これだ。これが私の求めたもの。それじゃあ1曲目聴いてください。牛乳飲んだら腹下す。曲名くそ弱、くっそつまんねえな。わあ、なぜだ。なぜ今の曲名でこんなに分けるんだ。すごい。激しい音楽に合わせて生徒たちは大歓声を上げている。その光景はさながらライブ会場そのものだ。そして中心で歌う彼女はとても自由に見えた。これがフリーダムをつかんだ彼女なんだな。数時間後。こんばんは。来ちゃったよ。もうあれだよね、オカウト部に入るっていう流れだよね。やっと来た。待ってたぜ。ごめんなさい、遅くなってしまって。歌い手バーの姿、ネットではそこそこ有名人で女性のファンも多い。そのカリスマ性から日給的なファンもちらほらいる。てか爆乳。もしかして先生たち怒られてたんですか？ええ、まあこっぴどくね。あんなに派手なことしたらそりゃ怒るよな。でもすごくかっこよかった。さすがだよね。そんなに褒めないで。あからめちゃって。見た目ちょっときつい系なんやけどさ、喋り方はそんなにきつくないよな。むしろしとやかなんよな。照れるから。割と恥ずかしがりや。はあ、照れた顔も超かわいい。おいルイ、あいつつけや。ノーネームさん、よかったらサインもらっても。そんな堅苦しい呼び方しないで。フミでいいわ。あなたたちは私を救ってくれた恩人なんだから。そんな恩人だなんて。なんか有名人にそう言われると照れるね。うん。いやー、それにしても僕たちもドッペルゲンガー退治が板についてきましたね。むしろお顔飛ぶっていうかドッペルゲンガー退治がメインになってる気がするけど、そうだな。そもそもオカルト部ってさ、もともと何やってた部活なんだっけ？多分シローがファミコンばっかやってただけだと思うな。そういえば、みんなは他にも私みたいな人を救ってもらっているの？そうだよ。私も救われた一人で。私もなんで？まあ、俺もだね。そうだったんだ。そうだ。よし、よかったら、ふみちゃんもオカルト部に入らない？うわ、やったよ、この流れ。入るな、これ絶対入るやつだな。え？ほら、私たち同じような境遇だし、一緒にいた方が楽しいかなって。あ、でも、生徒会と音楽活動もあるし、忙しいか。うん、嬉しいわ。みんながいいなら、ぜひ仲間に入れて。もちろんいいに決まってるじゃん。ライブのチケットタダで回してね。ふふ、生徒会長が入ってくれたら来年の部費も増えて。私はズルはしないわよ。えっシロ、お前が部費にファミコンのソフトに当てることを分かってるからな。残念です。てか部活として成り立っとんやなって思うよね。はーい、それじゃあみんなグラスを持って。ふみちゃんの入部とオカルト部の復活を祝して、乾杯。乾杯。みんな楽しそう。よかった、以前のオカルト部だ。一時はもう元の関係に戻るなんて無理だと思ってたけど、そうやな。俺の元に届いた脅迫文。俺たちを襲ったオカルト部のバッジをつけた人物。ここ数日いろんなことがあったけれど、やっぱりあれは犯人が俺たちを疑い合わせるための罠だったんだ。あ、そうだ、せっかくだからアウさんに何か作ってもらおうよ。ナイスアイディア。アウさん、ここのバーの店主なんだよ。見た目はちょっと怖いけど中身はすごく可愛い人なの。可愛い人なんだ可愛い人なんだ。そういえばさっきから見かけないね。俺ちょっと奥を見てくれよ。ありがとう。アブさんは奥の部屋かな。絶対やばいものを見るパターンなんじゃないですかね。先に言っておく。アブさん、電気が消えてるってことはいないのかな。ガツん、何かが足に。これは手もしかして、あれれれれれれらら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 。アブさんほどの体格の人がなぜこんな状態に。そこには倒れているアブの姿があった。アブさん、大丈夫？気絶してる。一体何が？とにかく早くみんなに知らせないと。あらららら、またスタンガンだよ。ガー、絶対あいつだ。なんだ？スタンガン。おい。お前は。お前らは警告を破った。だからこれから罰を受けてもらう。一体何を？そして俺はそのまま意識を失った。まだ戦いは終わっていないんだな。